こんにちは、日野です。今日は2022年の10月の25日になります。勝手にスイッチがね入ってしまいました。振動でボンという時に入る時があるんですけれども、ちょっと何を言おうかなと考えてたら勝手にスイッチが入ってしまいましたので、何も考えていないんですけれども、今日はこの後夕方の5時からソマベティックのズームセミナーがあります。まあ、昨日あ前回の映像でも言ったと思うんですけれども、まあ、ソマベティック、いろんなこう土地を改善するというかね、場を改善するツールっていうのはあると思うんですけれども、まあ場とかやっぱりこの空間上ですよね。空間っていろんなエネルギーが飛び交っていますので、それらをクリアにしていくっていうことは重要だと思うんですよね。で、今学んでいるところでは、まあ、その空間のエネルギーということで、まあ、それをこうきれいにしていく、クリアにしていくっていうことをちょっと学んでいます。ですから、まあ、土地のエネルギーを改善していくっていう、まあ、いろんなアイテムがありますので、そういったものを使いながら同時にその空間ですよね。この周りの空間、いろんなエネルギーがやっぱ飛び交ってますし、いろんな感情とかね、人の感情とかも飛び交っている。ですから、そういったものと波長を合わすと、同調してしまう、取り込んでしまうっていうことになりますので、まあ、そういう浮遊したいろんな感情、それから浮遊エネルギー、まあ、霊的なエネルギーですよね。それと、まあ、生き量的な生体エネルギーっていうのも当然ありますし、そういった影響を受けることで自分のこの本来のエネルギーが阻害される。まあ、それによって自分本来の力を発揮できないということになるんですけれども、ですからそういったものがまあいろいろあるわけですよね。それ見えないんですけれども、やっぱり存在するわけです。で、まあ動物、植物、動植物のエネルギーもねあるということで、動物なんかもね、いろんなエネルギー出している。で、植物もそうですし、まあ、そういったことを見ていくと、一つ一つ、あとまあ、なんでしょうね、守護霊的なエネルギーとか、まあそういう、指導霊とかいろいろ言いますけれども、そういったものも、やっぱり、すべてがいいわけではない。まあ、それが邪魔をしてしまう場合もあるということですので、まあ指導霊とかは自分のその霊的な思いを遂げようとして、指導してくるっていうこともあるみたいですので、まあ、全て、いいわけではないっていうことですよね。もちろん後押ししてくれるような存在もあると思うんですけれども、ですからそういったものを見ていくと、そういったことにね、影響を受けて自分の力が発揮できてない場合っていうのがあるような気がするんですよね。まあ、それは誰にでも少なからずあると思います。ですからそれを、クリアにしていくっていうことがまあ重要ですよということなんですけれども、まあそれを今ちょっとね、こうクリアにするような学びっていうのもしているので、また自分でもまあいろいろ自分とか、まあ身の回りの人でしながら、同時にね、またお客様にもご縁があれば、そういったこともさせていただければいいなというふうに感じております。ですから、まあいろんな学びがね、本当にあって、自分でもキリがないぐらいだなと思うんですけれども、結構、複数の学びを同時進行でしていて、手が回ってないっていうのは正直あるんですけれども、ただ一つ一つそれを確実にこう学んで実践していき、まあ、それをね、活用できるようにしていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、今、遠隔ヒーリングっていうのを、やってますけれども、それもですね、やっぱりいろんなものを今学びつつ、自分の中でね、ちょっと取り入れて、変化してきて、やってることっていうのはやっぱり少しずつ変化してきていて、できるだけやっぱり結果が出ないとね、意味がないと思うんですよね。しかも見えないエネルギーですので、まあ、それをやっぱりきちんと結果を出していくっていうことがね、自分にとってはやっぱ重要だと思います。ですからいろんな方に今していますけれども、その体感っていうのが得にくいっていうのはあるんですけれども、でも感じていただける方もいて、まあ、変化をね、変化を感じていただける方もいて、こういう風になってきましたとか、そういう報告をいろいろいただきながらね、今自分でやっているところですね。ということでちょっと途切れましたけれども、
まあ、そういう学びをしながらですね、少しずつ自分自身がレベルアップして、まあ、よりこう結果を出せるような、状況にね、持っていければいいなというふうに感じております。まあ、日々学びの連続でね、自分自身非常にそういう意味ではやりがいがあるなっていうのを感じつつ、まだまだこれからね、していかなきゃいけないことっていうのがありますけれども、まあ、いろんな先生に学びながら、自分を高めながらね、続けていきたいなというふうに思っております。また遠隔の方はですね、まあ、3ヶ月とか6ヶ月続けていただいて、またそれを続けて、さらに続けるっていう方もいらっしゃるので、ちょっと空きが出たらですね、どこかでまたメルマガの方で募集させていただこうかなと思っておりますので、また興味があればね、そういったものも見ていただければなというふうに思います。ということで、今回は以上になります。ありがとうございます。